持ってソフトバンクをフルボッコ。クライマックスシリーズ CS カーストシリーズ S が14日に開幕。本拠にソフトバンクを迎えたロッテは先発佐々木の3回完全となる快投で先勝した。パでは勝てば過去18度のうち15度突破率 83% となるファースト S の初戦をものにし下克上日本一へ好発進した。おいおい大量得点で勝った翌日の試合は負けフラグやぞ。ロッテ強えわ。ソフトバンクは CS2 連敗で終えたらオフは相当ヤバくなるんかな。投手も野手も育成に関してはかなり手こ入れする必要あるやろ。ホームランがたくさん見られて楽しかった。制圧完了。藤本は悪くない。80億が活躍しなかっただけ。近藤長いオフになりそうだ。ロッテが2連勝してあっさり終わりそうや。エミ猛貴はロッテを日本一にしてからメジャーに行くんやで。なんか明日で決まってしまいそう。もう少し頑張れよ。80億で CS ファースト行けたんやからええやん。気持ちよいやろな。補強に数十億かけた金満球団ぶちのめすの。王鵬谷保さんバフ強すぎる。これ順当にせもパも2位が勝ち抜けそうか。